こんにちは、保健師ノンオール料理研究家の茨城久美子です。今日はコスパ最強ステーキ肉から作るローストビーフをご紹介したいと思います。私はローストビーフは塊肉から作ることもあるんですが、さあ作ろうと思ってスーパーに行っても意外と塊肉は売ってなかったり、値段がとても高かったり、ステーキ肉だとまずスーパー売ってないってことはないし、お値段も自分で好きなものを選ぶことができます。であと塊肉だとさすがに家族の人数も減ってくると余ってしまうこともあり、最近はこのステーキ肉から作る方法を使っています。焼き時間はなんと4分、あっという間にできてしまいます。ローストビーフの赤ワインソースは少ない材料で手軽にできる割には大変濃厚な美味しさです。もちろんバターオイルは使わずに作りますので、油を控えてらっしゃる方も安心して召し上がっていただけると思います。それでは作っていきたいと思います。ステーキ用のお肉買ってきました。で厚みがね 1.3 センチぐらいがいいので、ちょっと 1.3 より厚いところは少し押して、広げておきます。油多いところは、取ってしまいます。約30分ぐらい前に冷蔵庫から出しておいてください。でお塩と胡椒を振ってなじませておきます。はい、フライパンの今余熱を上げています。温度としては180度ぐらいがいいのですが、お水を入れた時にジュワッといって水滴がくるくるっと動くぐらいがいいです。まだね、落としませんからもう少し待ちます。フッ素樹脂加工のフライパンの素材についてや空炊きと余熱の違いはこちらの動画をご覧になってください。あ、いいと思います。ジュワッといってくるくるって動くぐらい、はい、このぐらいまでいったら、それではお肉を置いていきたいと思います。はい、で弱火で焼いていきます。はい、火加減はもうこんな。そしたらお肉を置いていきます。はい、で時間が1分半になります。でフライパン、お肉がないところ、空が気になるので、まあ、時々こうやってちょっと軽く動かしてあげるとフライパンに優しいです。はい、これで1分半なので裏返します。はい、でもう一回1分半、これで焼きます。はい、ローストビーフのあの赤いロゼ色はお肉の温度が55度ぐらいと言われています。55度ぐらいに中心がなるように火を入れているというところになります。はい、これで両面今1分半焼きました。そしたらね、一度取り出します。で少しねフライパンを熱くします。はい、そしたらお肉を置いて両面美味しそうな焦げ色をつけます。だいたい30秒ずつぐらいだと思います。はい、そしたらひっくり返します。さあ、美味しそうですね。はい、もう一回こちらも30秒ぐらい強火で焼いていい焦げ色をつけます。そうしましたらお肉は一旦取り出します。肉汁がまだね、行き場所が定まってなくて、今切ると切ったところから肉汁がジャッと飛び出てきてお肉がパサパサになってしまうので、切らずにこれで安定させます。はい、次は赤ワインソースを作っていきます。で赤ワインソース、少し油が多いようだったら拭いていただいて、ここに赤ワインを1カップ加えます。はい、でアルコールを飛ばしながら半量近くになるまで煮詰めていきます。半量ぐらいまで来ていますので、味付けはお醤油ですね。少し旨味の足りない時は、コンソメを少し加えてください。玉ねぎ麹とかお餅の方はそれでも大丈夫です。少しまろやかにするには蜂蜜なんですが、甘みは普段お使いになってない方は入れなくても大丈夫です。はい、でちょっと溶かして
はい、もう少し煮詰めていきます。はい、でね、線が描けるぐらいになってきたら、はい、終わりが近いつ。もうね、アルコールも飛んでしまっているので、お子様も大丈夫です。で、火を止めてちょっと冷ましておきます。で、ローストビーフなので少し幅を持たせて切っていきます。手をね、切らないように切ってくださいね。いい色ですね。はい、はい、こちらはね、先ほどの赤ワインソースです。冷めるとね、とろーっとで、固くなりすぎてたら少しお湯をさしていただいても大丈夫です。今日のローストビーフのポイントです。今日のローストビーフのポイントは、まずお肉の厚み 1.3 センチぐらいのものを用意してください。 1.3 センチより厚いものの場合は、手でちょっと押すことで 1.3 センチになるので大丈夫です。薄いものの場合は焼き時間を調整する必要が出てきます。フライパンは弱火で温めてください。水滴を落とした時にジュワッといって、コロコロっと水滴が転がるぐらい、だいたい180度ぐらいがおすすめです。そしてお肉を置いて1分半、ひっくり返して1分半、一度取り出していただいて、今度はフライパンを少し熱くして、そこにお肉を置いて30秒ずつひっくり返して焦げ色をつけます。肉汁が安定するまで置くというのがポイントになります。薄く斜めにそぎ切りにしていただくと、はい、たっぷりできて最強のコスパのローストビーフの完成です。皆様もどうぞお試しください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。今日の動画気に入っていただけましたら、いいねボタンとチャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。コメントもいただけますと動画継続の励みになります。はい、それではまた次の動画でお目にかかりましょう。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。